パンチェッタを作っていきたいと思います。でイノシのバラですね。イノシのバラとこちらはアナグマのバラになります。ほぼ油ですね、バラ肉という。まず、穴を開けます。塩がね染み込みやすいようにということらしいんですけど、このアナグマはね結構大きかったですね。こっちはイノシシですね。これはどのイノシシだったかな、多分50キロぐらいのイノシシだと思いますね。やっぱイノシシの方が油が若干硬いですね。なんかアナグマの油の方が柔らかいですね。このまま焼いて食べてもすごく美味しいんですけど、まあ、今日はねパンチェッタにします。切り口にもたっぷり、とにかくたっぷり塗った方がいいみたいです。してきた。参考にさせていただいた動画ではこの後香辛料をたくさんかけていたんですけども、僕の今使っているお肉は、まあ、イノシシとアナグマなので、まあ、その風味を存分に味わうためにここは塩だけにして香辛料は使わずにこのままやります。今日の作業はこれで終わりになります。これは塩をつけて3日後です。キッチンペーパーがだいぶね水を吸ってるのでキッチンペーパーを交換します。取り出したキッチンペーパーはだいぶ水を含んでいました。それでこれから1週間寝かせます。今から塩抜きをします。一回これで塩のどれぐらい抜けてるか味見をします。まあ、この辺がちょっと出っ張ってるのでトリミングも含めてこの辺を味見してみましょう。こっちはアナグマです。でこっちはイノシシ。
美味しい。塩抜きは、まあ、水につけて15分してみたんですけど、まだちょっとしょっぱいですね、アナグマも。もうあとね、15分これからつけてみようと思います。これで様子を見ながら5日間は最低乾燥させます。なんかね、ナッツみたいな香りする。うん、これはアナグマの匂いがする、今回初めてパンチェッタを作ってみたんですけども、塩を塗ると穴を刺すぐらいなのであんまり大変ではなかったですね。味はですね、冬の間のイノシシはこうナッツというかですね、そういった香りがするんですけども、それがさらに強くなってて、アナグマの方はですね、香りが変化してですね、なんかこう魚を思わせるようなね、風味がちょっとしましたね。美味しいお魚というか。今
年イノシシが僕はあまり取れなかったので、まあ、こういうふうにね、ソーセージとかで、ね、これから燻製とかもチャレンジして、まあ、少ないお肉の中でね、いろいろ楽しんでいきたいと思います。